ロンギングフロムアファーは日本の作曲家藤倉大が2020年に作曲したテレパフォーマンスのための作品である。2019年末より世界中で広がった新型コロナウイルス感染症によるパンデミックによってヨーロッパやアメリカなどではロックダウンなどの措置が取られ、また音楽分野においても演奏会の中止や延期が相次いだ。当時、 ロンドンに在住していた藤倉は、ロックダウンに伴う外出自粛の間、YouTube のライブ配信などを通じて、山田和樹や福川信明、田中裕子、本城修二郎といった音楽関係者たちとの対談を行った。その対談の過程で、指揮者の山田和樹が藤倉に、テレパフォーマンスのための作品を書いてほしい。と依頼したことから、作品は制作された。作品は、 テレパフォーマンスのために書かれており、ズームやスカイプといったビデオ会議用のアプリを使用して演奏を行う。世界初演は2020年5月4日に YouTube のライブ配信で山田和樹式東京根声合唱団の演奏による合唱版として初演された。舞台上での初演は2020年9月26日に日本の東京で開催された現代音楽祭。 オーンクリエイティブフェスティバルで初演された。作品はテレパフォーマンスのために書かれており、楽器の指定がない。作品は4つのルールからなる。全体の7つのセクションは、セクションからセクションへ移るときには、ギャップはなく、続いて、流れるように演奏すること。ピッチの段にある歩道、カラーの段にある演奏法で演奏する。カラーの段にあるいくつかの奏法を演奏者、歌は、 良しに選んで演奏する。あるいは前もって決めておくのでもよい。ピッチの段にあるほどは、どのオクターブで演奏してもよい。歌う場合は、どの場、意味のない場、としての声で歌ってもよい。なるべくを多く使った、柔らかな、的なノイズは、曲避けること。また指揮者やリーダーへのリクエストなども指示されている。ありがとうございます。